子供の頃の夢って覚えてる？何そんな、なんかめっちゃなんかいい声で言ってるじゃないですか。ああ子供の頃の夢ですか？子供の頃なりたかったものって何だったろうなって子供の頃の夢しかり、どんな職業とかでも今これなれるとしたら何になりて、子供の夢から聞かせて。まあウルトラマンとかなりたかったとか言ってますねあでも確かにそうか、龍は子供の頃からも仕事してたもんね。その頃ってなんかなりたかったものってあったの？そういうステージにいながらも。あ、全然考えたことない。将来はなんか夢とかって持ってんのかな、そういうあの身近な。いや、まあ、F1 レーサーとかやっていく中で、うん、夢は持ち始めるんじゃないですか。俺とかはもう小さい頃からやってたっていうのもあって、うん、それの頃じゃなかったっていうのもしかしたらあるかもしれないですね。感覚が多分違うよね、はい、俺と。僕的には小さい頃にとにかくなんか夢中になれるものを見つけたかったっていうのがあります、うん、その世界とは別の世界でやってみた。あ、見つけたかった。見つけたかった。探してた？探してはなかったですけど、今思うと昔にもし戻れるなら、うん、なんかまあそういうところからもうやってみてもよかったかなと思いますけど、うん、野球とかでもいいですし、うん、なんならその今流行りの格闘家でもいいですし、うん、何でもいいので何か自分がこれだけに本当にこれが大好きでこればっかりやってたいっていうのが欲しかったです。だからやっぱりそのもし今やるんだったら無理かもしれないですけど、うん、まあ弁護士とか誰擁護してるんだよ。擁護したい人がいるの？そうです。僕の、うん、だった人が擁護しようがないですけど、なんとか擁護しますだけど自分の力で。ダメだよ、話が脱線しちゃってるよ。昔ドラマとかでも、うん、あの頭いい役とかでやってたっていうのもあったんで、うん、やっぱ自分がバカなの知ってるから、うん、やっぱりその塾通うとか、うん、本当にそんな感じ、普通の一般の男の子の生活を送りたかった、うん、悲しいこと言うね。だからその昔の自分にもうちょっと野球頑張れよみたいな。あ、それで言うんだったら、うん、もっと、まあ、歌とかダンスとかね、うん、だから本当にその時やってたことをとにかくもっと夢中になれば、うん、よかったんじゃないって言いたいですよね。やらされてるとかがやっぱり、うん、どっちかってちょっとあるような感じがやっぱするじゃないですか、今思うと。ああ、子供の頃、はい、まあ、それは子供だからしょうがない部分もありますけど、うん、それを本当にやらされてるじゃなくて自分がこれが本当に好きで、うん、これだから大好きだから今頑張ってんだっていうのを言い聞かせとけばまた変わったかもしれないですよね。じゃあもう最後に、はい、まあ、ドラクエみたいにさ、ダーマ神殿とか行ったらさ、すぐ職業変えてくれるじゃん。はいだとしたら何転職したい？バーテンダーなんかすごい現実的だね。まあドラクエでいうところのあれか、遊び人かでもやれるじゃん、やれるし、あれじゃん、店繁盛すんじゃん、龍がやったら。ただ俺そんな酒強くないから、うん、自分がテイスティングしただけで酔うんですけどね、うん、そういう系とかでも面白いかなとは思うんですけど、うん、まあ、自分的には無理だなみたいな。あ、そう、飲める飲めないは置いといてね、うん、それはね叶いそうな夢なんだよ。じゃあ星野さんなんですか、うん、逆にやりたいでしょ。 F1 レーサー。もうしょうもな、え、無理じゃん、免許持ってないじゃん持ってないんだお前。俺は免許は持ってる。あ、持ってるんですか持ってる持ってる。全然そんな好きじゃないでしょ。だって誰がやってるとか知ってるんですか？マッチマッチ。なんか俺でも、うん、アイルトンセナとかギリ知ってるレベルってあるんですよ、うん、そっち行きます、うん、兄貴筋でしょそっちも。いや、その方はすいませんまあでも皆さんも多分ね、うん、あの本当に有名、この声になりたいって言って実際に叶えられた方もいらっしゃると思いますし、なんかこれじゃなくてこっちやってみたかったってとも思うことももあると思いますんでね、うん、あのぜひ、実際本当に小さい頃になりたかった夢とかのねコメント欄で書いていただければと。そうだね、ぜひ後悔しないように楽しく皆さんも生きてみてください、うん、はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、あとは通知のベルマークの方をオンにしていただいてコメント、ランジャーお待ちしております。バイバイ。